別に隠れる必要はないんだけどな。うざい。自分が可愛いと思ってお高く泊まりやがって。ああ、最悪。本当に最悪、最悪、最悪。死ねばいいのに。死ねばいいか。うざい、本当うざい。そんな。誰？そこに誰かいるの？俺だ、綾小路だ。櫛田、携帯忘れて。聞いたの？聞いてないって言ったら信じるか？誰かに話したら容赦しないから。もし話したら？あんたにレイプされそうになったって言いふらしてやる。冤罪だし、それ。大丈夫、冤罪じゃないから。あんたの指紋これでべっとりついたから、証拠もある。私は本気。分かったから、その手を離してくれ。いい？裏切ったら許さないから。綾小路君、私が聞きたいの一つだけ。今ここで知ったことを誰にも話さないと誓えるかどうか。うん。分かった。綾小路君を信じるよ。よし、また秘密ができちゃったね。なあ、櫛田、教えてくれ。どっちが本当のお前なんだ。